ジェニファーさんは日常のストレスや疲れから解放され、ぐっすり眠りたいと話します。そのためいくつものデザインや素材の枕を使ってみましたが、まだ毎朝疲れを感じるそうです。私はジェニファーさんのように毎朝寝起きが悪かったり不眠に悩まされている患者たちを見て、医者として良い枕を作ろうと思いました。毎日毎日熟睡できるようお手伝いしたいと思いました。シングルプラスピローを紹介します。精密に人間工学的にデザインされた枕です。良い睡眠とは短時間で眠りにつき、途中で目覚めることなくすっきりした気分で起き上がることだと思います。横向きで寝る方も仰向けて寝る方も心配ありません。どんな姿勢であっても8時間ずっと背骨の自然なカーブを維持してくれます。そのため朝起きて首こりや肩こりを感じることがありません。12時間ずっと目覚めることなく熟睡した気分を感じられます。ボーリングボールを枕に落としてみました。皆さんの頭を柔らかく、そしてとても自然にサポートできるでしょう。睡眠に関してもう悩むことはありません。私を信じてお任せください。現在どんな姿勢でお休みになっていても構いません。子供が眠りに落ちるように皆さんも熟睡できます。睡眠が変わると人生の3分の1が変わります。シングルプラスピローと一緒に正しい姿勢で眠り、幸せな夢を見てください。ありがとうございます。